こんにちは、カババです、ここはね、白根のロープウェイの頂上駅です。はい、ということでございまして、今日は白根山に登ります。あ、ここはすごいね、山野草が綺麗に植わってる。へえ。チングルマが埋めちゃったの？チングルマがないじゃん。埋まっちゃったのかな。はい、ここがね、山頂レストラン白根と。ここも、まあ、改装というか色塗り直したんかな。ここも綺麗になっちゃった。すんごい整備されちゃってる。お前こんなじゃなかったな。前こんなじゃなかった。私雪の時しか来たことないから。そうだね、初めてで雪がないと危険。あれが二荒山神社 の奥の院ですね。はい、日光白根山は僕の地元だけに季節関係なく様々なルートで登ってます。今回はですね、初心者におすすめのルートで登りました。このルートの特徴はロープウェイで一気にね 2000m 地点まで上がれるので、コースタイム約5時間程度で山頂往復できます。危険箇所もね少なくて、安全に関東以北最高峰に登れますので、登山入門の山としても大変人気です。それでは行ってみましょう。いやー、夏ね、こっちのルートで来るのは本当に 4,5 年ぶりですね。冬はねたまに来るんだけどね。これ見て、川がベロリンチョ。これは爪の跡、すごいね。なんかモンスターエナジーのマークみたいのがいっぱいついてる。大日にはないちっちゃいけどね。さあ行きましょう。すごい、もののけの世界に入っていく感じ。うわ、真っ白だね。
や真っ白だね。風も強い、雲が早い。ちょっと晴れた。あれがロープウェイ駅ですね、天空の足湯も見えます。ずっとねこのズルズルのところを登ってます。むしろね雪積もってる時登った方が登りやすいかもしれない。はい、上の方で岡間の分岐が見えてきました。超混んでんね。はい、白根ね、一回ここ降ります。
いや、はい、何？三密なんでね降りるわ。はい、じゃあこれね、登り返して岡村あたりでちょっとね休憩して何か食べましょう。ここで何か食べようか。ここはね、あの風よけになっていいんだよ。お釜の縁で何か食べましょう。はい、今回もねアイスあんみつ、先週ねナスの三本槍でやったやつとはちょっとねメーカーが違うんで感じが違いますけど、まあ、大体一緒でしょ。お、前回のはねあのチューブで絞り出したけど、これこういうのに入ってんだね。凍ってるよ、ほら凍ってる凍ってる、カチンカチンいってるこれ出た、シャーベット。
うん、冷てはい、お昼はね、ウインナー入り味噌ラーメンと、あとはアイスあんみつ、これうまかった、めちゃくちゃうまかったですね。はい、当初ね、帰りの予定は、この山の向こうね、向こう側降りてまたロープウェイの駅に降りようと思ったんですけど、まあせっかくこっち側に降りてきちゃったんで、来た道をねピストンで帰りたいと思います。ここはね、前積雪機に来た時にここでねずっと尻セードしてたんですよね。あ、それがねこんな感じでした。山のあるある定番ね、下ると跳ねると降りると跳ねるまさにその通りになりました。いやー、だいぶにぎわってるね子供からね大人までね、まあ楽というか安全に登れます。皆さんもねぜひ日光市のねいい山ですんで、登ってみてはいかがでしょうか。ご覧いただきましてありがとうございました。カパパでした。